こんにちは丸さんです、えー、新着都市からこんにちはリブート今日紹介する本はですねこちらですすごいですよこれ北欧に学ぶ好きな人ができたらどうするっていう本です実はこれちょっと仕掛けがしてあってですねこれをありますあのまあ背描写でこうなってるのね北欧に学ぶ好きな人ができたらどうするっていうあんねって ヘアツークさん書いてます <laughs> でこれこっちが女の子向けで実はこっちがよいしょ男の子向けです。あのねページ半分までが、えー、好きな人ができたらどうするっていう女性向けあまあ女の子ねまあどっちかというとティーンズの女の子向けでぺろっと反対側にひっくり返す男の子向け1冊で、えー、男女両方読めるという本です。まあ恋愛なんでねあの 言ってしまえば男の子にすれば女の子ってどう思ってるのとか女の子にすれば男の子ってどう思ってるのっていうことがこれはね全編漫画です <laughs> はいもちろん日本語訳ねあこちらもちろん日本語訳ですが全編漫画で書かれています、えー、まあいわゆる思春期ねまあ好きな人ができたらいろいろ考えちゃうよねっていうことを確かにこの本を読みながら。 えー、おじさんも昔そんな時期があったなってことを感じています、えー、好きな人ができたらどうするっていう本山中高情報創造館にあります無料で借りられますぜひご来館ください